震災は昨日のように感じます。2011年3月11日、当時は小学校6年生だった。その日は体調を崩して学校を早退し、仙台市内の自宅マンションで横になっていた。大きな揺れを感じ、裸足のまま外に飛び出した。仙台市の震度は6強。マンションに大きな亀裂が入り、立ち入り禁止になった。父親の車の中で一夜を明かしたが、外出していた母親とは翌日まで会えなかった。それから家族3人で近くの祖父母の家に身を寄せた。電気が使えず、七輪で寒さをしのぎ、冷凍食品を冷たいまま食べた。震災が起きる前、AKB に入りたいと願っていた。高橋みなみに憧れていた。前田さんは可愛くてエースだったけど、私はバラエティ番組で泥まみれになったりする高見菜さんを見て、自分にはそういうのが向いていると思ったんです。高見菜さんはキャプテンとして尊敬されていて、私も AKB に入ることができたら、いつかキャプテンになりたいと思いました。震災から約3週間後に、東京で研究生セレクション審査が行われる予定だった。すでに、審査にエントリーしていたが、実際に受けるべきかどうか悩んだ。多くの被災者が、悲しんだり、苦しんだりしているときに自分だけ笑顔で笑って、踊っていいのか、という疑問があった。背中を押してくれたのが母親だった。AKB に入って、故郷に戻ってくれば大きな力になるんじゃない?その言葉で上京を決心した。結果は合格だった。後ろ髪を引かれる思いで故郷を出て、AKB という未知の世界に入り、それからはずっとがむしゃらに走るしかありませんでした。高見菜が支えてくれた。自ら所属する新チーム A は、昨年11月2日に初日公演を迎えた。今のチーム A は若手が多く、まとまるのが難しいところもあって、焦りを感じながらの初日でした。リハーサル終了後、高橋にチーム全員が集められた。叱咤激励されるのかと思いきや、高橋がしたのは、これから歌う公演曲のすべての歌詞の朗読だった。一曲ずつ読みながら、その歌詞に込められた意味、曲に適した表情などを丁寧に説明してくれた。感謝の気持ちでいっぱいになりました。そんな彼女も、卒業を決意し、次の道に進もうとしています。ジャンルは変わっても、テレビに出るということは変わらないので、応援していけたらいいですね。動画を最後まで見ていただき、ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。